ご覧の皆様、こんにちは。ホーステルと申します。ラストオブアス、続きをプレイしていきましょう。前回、エリーが脱走して、で、この牧場の中に逃げ込んだと、いう話ですね。エリー。慎重に進んでいこう。エリーに襲われるかもしれない。心境の変化があったようで、一人になりたい年頃なのかな。なんてやつだ。こっちだよ、だって。だけど、素直に答えてくれた。それよりも敵よ。敵はいないのか。どこにいんだエリー。ひょっとしてクリッカーを手なずけて襲わせるつもりかもしれないから、注意しながら進まないといけないね。どこにいるんだエリーを探すよりもアイテムを優先するという男。2階か。アイテムはこれ以上持てない。どこにいるんだ。またあったか。なんだ、第12巻。ほら、お前の好きな漫画だ。サベッジスターライト、早く出てくるんだ。漫画が読みたかろう、女。いや、マジでどこにいんだよ。あはは、どこまで行ったんだ。一番奥かな、部屋の。一つずつ覗いていくしかないね。ハサミ発見。ちょっと待て。一回、クラフト しとこう。アイテムは余すところなく取っていかないと。まだまだ戦いは続くからね。マジでどこまで行ったんだ。ここが。風呂場じゃねえか。一人で風呂に入ってんのか。おじさんを差し置いて。どこのロリコン親父よ。風呂いくつあんだよ、この家。どれだけ風呂好きなんだよ。静かちゃんか、お前は。一番奥の部屋にいるのか。昔は平和だったね。男の子に映画、あとはファッションの悩みぐらいだ。バカみたい。行くぞ、急げ、ほら。嫌だって言ったら。お前は貴重な存在なんだぞ。あ？勝手に逃げ出して死んでたかもしれないだろう。バカなことはするな。私だってあんたにがっかりした。お互い様。何が気に入らないんだ。ずっと私を誰かに押し付けたかったんでしょ。そうくるか。トミーの方が地理に詳しいから。そんな嘘。悪かったな。だがあいつは俺よりも信用できるんだ。ごまかさないでよ。何を怖がってるの。私がサムみたいになるって。私は感染しない。迷惑はかけない。何度も危ない目に遭ったろう。でもちゃんと切り抜けてきたじゃない。トミーといればお前はもっと安全でいられる。お前と痛いんじゃねえか。察してやれよ。何、サラのことマリアに聞いたの。エリー、その話だけはするんじゃない。気分を悪くしたなら謝る。でも私だってなくした。お前はまだ本当の悲しみってものを味わっていない。何を偉そうに言え。私の大事な人は全員私を置いてったか死んだの。みんな一緒の境遇でしょうか。あんた以外は他の人といた方が安全なんて嘘。置いていかれたらもっと不安になるの。そうだな。娘じゃないし、俺はお前の父親じゃない。まだそんなこと言う。だから別の道を行くんだ。やばいぞ、誰か来た。二人入ってくるぞ。
家の中にもいる。一難去ってまた一難か。それもこれもこの親父が一緒に行かないからこうなるんだよ。頼むよ。どうしよう。スナイパーライフルの弾丸が一発しかない。かといってショットガンの弾も一発しかない。ここは接近戦だからショットガンにしとこうか。来るね。こっちに近づいてくる。というよりもかなり近くにいる。統合物ないのかこの部屋には。入ってきやがった。クソが。隠れてる。こっちにも一人来なかったか。凶器ゲット。よくこの家火事にならねえよな。これだけ暴れて。下の階か、敵がいるのは。待ってろ。気をつけろ。2階ではもういないのか、敵は。下か。え？煙幕焚いてる、敵が。珍しい展開。だがこっちには聞き耳がある。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。痛い痛い。お母さん。まだいるわ。おわいって。まさに鬼畜の所業。なんてやつだ。痛い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 。やろ。全員かこれで。まだいんのか。緊張するわ。もういない。相当めちゃくちゃ歩き回ってるけど。よし、もう安全だ。なんでこんなところにファイアフライのタグがある。ファイアフライの家か、ここは。出てこい。つうかよく馬無事だよな。ああいう悪党どもが入ってきたら、馬を奪って逃げられるか、馬を殺されるかとどっちかじゃねえか。なんで馬が無事なんだよ。この長い道のりまだ戻らないといけないのか、家まで。ちょっと結構いい雰囲気になりつつあったのに、また距離離れちゃったね、ジョエルとエリー。ほら、いつの間にかトミーの方に近づいてってるし。裏八部じゃねえか。まあ、でも工場だと味方本当にいなくなるからね。よし、見てくれよ。今夜子供たちは映画だ。研究所はどこにある。だいぶ遠い。東コロラド大学だ。ビッグホーンズ。
どのぐらい遠いか全然わかんないんだけど。エリ、馬降りろ。トミーに返せ。お前がよければこいつに二人で乗ろう。どうした？何度も言わせるな。どうしたんだ？お前の嫁さんが怖い。追っかけられたくないからな。馬を取ってごめんなさい。せめて町に戻ってもう一度話そう。いや、もう決めちまったことだ。東コロラド大学か。で、研究所は？科学塔にあるでかい鏡みたいな建物だ。この揺れ動くこの気持ちも嫁さんを大切にな。このゲームをプレイする上でのポイントだよね。歓迎するぞ。いいのか？どうする？お互いの距離が近づいたり遠くなったり。それじゃあお別れだ。この気持ちの揺れ動きが。で、どんどん親子のような関係になっていくと。で、これどこだよ。ターンオーバー。もしも10ヤード進めたらまたファーストダウン。そう、ファーストダウンだ。ややこしい。実際にプレイしてみればそうでもない。で、ついたのか。これは三角を押せば馬から降りることができる。おい、タコ、待ってろ。タコ？タコなんて名前にしたんだ。ドミーに名前を聞かなかったのが悪いんだよ。タコか。いい名前じゃねえか。タコ、よろしくだ。もうだいぶ長いこと旅してきたんだろうけど、タコとは。ここも東コロラド大学なのかな。馬のまま中に入っていくとすぐに見つかりそうな気がするんだけど。タコを見てるね。嫌な名前だ。いい名前じゃねえか。あの中入れないのか。いろいろ物資がありそうだけど。ここは馬に乗って行動するべきか。詰めてくれ。行くぞ。移動速度も速いしね。馬に乗ったままだとアイテム取れないのかな。よし、行け。それにしても広い。すべて探索しようと思ったら結構難儀だね。グラウンドへ行ってみよう。キャンパスが見渡せるはずだ。グラウンドだ。周りは入れそうにないね。だけどこのまままっすぐ進んでいくしかないとか。暗くてよくわかんないけど。クリッカーとか出てきても馬の蹴りで一撃なんじゃねえのか。これだと。有刺鉄線のあるとこでも行けんのか。何今の。画面一瞬フラッシュしたんだけど。グラウンドはどこだ。真ん中か。ねえ見て、あれかな。お、本当にでかい鏡だ。あの建物に向かっていけばいいのか。わかったぜ。だが戻ったところにある建物にも入れそうじゃなかったか。アイテムありそうだから覗いていこう。こっちの左手の方だよね。よし、じゃあタコ待ってろ。建物の中は俺が行く。え、なんかあるわ。火炎放射器じゃねえか。なんか燃料みたいなのがついてる。これはまたえぐいアイテム手に入れたわ。作業台もあるし、
顔出しといて正解だね、ここは。素晴らしい。小札とかまさに鬼畜よ。どれだけ苦しめて殺せば気済むの。恐ろしい男。ここは？あれ？外に出ちゃった。暗いな。あ、繋がってんのか。上はどうなってる？敵いそうな感じがするけど。あれ？何もねえじゃねえか。物資はあるけど。素晴らしい。スナイパーの日。ここから狙い撃ちしてたのかな。何もなし。相変わらず何もない。新人が5人入ってきた。6人が入ってきた。ハンターのスナイパーなのかな？このメモは。他には何もないね。じゃあ一回武器を強化しとこうか。そしてその上で先に進んでいこう。作業できそうだな。火炎放射器。有効活用しよう。武器を強化するための、あ、これリロード速度上げときたいわ。ディアブロマシになったな。武器の強化レベルがまだそんなに高くないからね。もう一つは弓にしとくか。一回これ使ってみたいね。寄り道して正解。では向かってこう、鏡のような建物。こっちに向かえばいいのか。で、建物の中を通っていって。あ、馬乗ってついてきてんじゃん。全部数えると人手が必要だ。私ぐらいの年の子もいるかな。さあ、それはどうかな。周りに警戒しろよ。馬の足音結構響いてるから。いけねえじゃねえか。あ、調べられる。よいしょっと。おいおいおい。馬止まってろ。俺が見る。エリー来ないのか。いいか、逃がすなよ。すぐ戻る。また戦いか。うわ、いっぱいいんね。結構これは時間かかりそうだわ。ちょっと短いけど一回この辺で終了にしとくわ。申し訳ないけど。ご視聴いただきありがとうございます。では、さよなら。